はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、久々にですね、第3のビールの、飲み比べ、麦とホップ、札幌の麦とホップとサントリーの金麦と、アサヒの、クリアアサヒ、こちらをですね、飲み比べていこうかなと思います。まあ、こちらとこちらだ、これ全部はね、結局ね、数年、発売してもう数年経ちますから、何年か経ちますよね。ということは、全然最近飲んでなかったんですよ、こちら。3種類ね。飲んでなかったんで、もうここ数年でね、改良がなされて、ね、いろいろ味が変わったと思いますんで、まあ、ここら辺でね、一番うまい第3のビール何かと。ちなみに、これが札幌で、こっちがサントリー。で、これアサヒでしょ。で、キリンビール。キリンビールはね、なぜかね、まあ、あるんですけど、キリンの喉越し生があるんですが、喉越し生は個人的に嫌いなんで、もう大体わかるんです、味が。大豆タンパクとか使ってるやつだよね。あれも除外しました。どうせまずいから。ね。それでは、こちら3種類ね、全部飲み比べしていきましょう。特にね、この麦とホップに至っては、ここ1年ぐらいで、麦とホップのザ・ゴールドだっけ？前そうだったのに、また名前変えましたからね。一体ザ・ゴールドって何だったのかって。ねえ。出てす、もう、すぐな、あの、消えましたよね。もう、あと1ヶ月ほどでね、もう1ヶ月、2018年ね、終わりですよ。ということで、じゃあ、それでは乾杯。まず、麦とホップ。美味しい。麦とホップの原材料言ってなかったね。こちらアルコール度数5%で、原材料が、発泡酒、かっこ麦芽とホップと大麦とスピリッツ、かっこ大麦となってます。で、金麦が、アルコール度数5%。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと糖類と、スピリッツ、かっこ小麦。こっちは糖類使ってますね。俺が苦手なね。で、クリアアサヒは、こっちもアルコール度数5%。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと大麦とコーンとスターチと、スピリッツ、かっこ大麦。金麦だけですね。糖類使ってんのはね。じゃ次、金麦、完璧。麦とホップの方が若干苦味が強いですね。金麦は一応糖類入ってますけど、別に甘いって感じないな。わかんない。アスクリアサヒ、完璧。
クリアアサヒもあんまり苦味がないですね。で、若干薄い。クリアアサヒは若干薄いです。麦とホップが一番なんか苦味があるな。金麦はなんかそつなくうまいって感じですね。なんというか、全体的に丸っぽい。味がなんかまろやか。特に際立ってるとこはないんだけど、なんかオールラウンダーみたいな感じでね。クリアアサヒは若干、薄いって感じるんだけど、なんだろうな。喉越し的なのはあるね。なんか一番、クリアアサヒがなんか、でもやっぱ薄いな。クリアアサヒはあれだな。麦とホップと金麦に比べると薄い。ああ、でもやっぱ麦とホップうまいな、これ。金麦はなんか、まあでも、なんか面白くないね、味が。クリアアサヒはあれですね、夏向けですね、これね。夏だったらうまいんじゃないかな、これな。このちょっと薄、ちょっとだけ薄いようななんか。軽やかな感じ。なんか軽やかな、なんか食事と合わせるべき、なんかバーベキューとかね。肉とか。食いながら、には全然美味しいですね。ただ冬に飲むのはちょっと厳しい。冬に飲むのはもう大体もう薄いって感じ。もうするもん。あ、薄いわって。金麦はなんかうまーくまとまってるね。まろやかな。ただまろやか。すぎてなんか面白くないね。麦とホップはしっかり苦味があって、コクが一番この中ではあるかな。ただ結構難しいですね。なかなか。ただクリアアサヒが明らかにコクがないっていうのはわかる。コクがないっていうのはわかるな。となるとこの3つの中でまあそうだね。まあ1位が麦とホップなのは間違いないんですよ。金麦かクリアアサヒかってなると、でもやっぱ金麦かな。2位金麦、3位がクリアアサヒですね。クリアアサヒね。になるかなと、個人的にはね。まあ、これはあくまで俺の個人論ですからね。まあ、第3のビールをね、最近はほら、アルコール度数 9% とかのいろいろ出てると思いますけど、やっぱ個人的にはこの 5% ぐらいの方がちょうどいいかなと、とは思います。
まあ今後ね、まあおそらく、また改良とかね、されるんでしょうけど、この3つはね、特に、まあ、人気のね、第3のビールの筆頭ですから。まあまた今後ね、また1年とか、まあ経ったらやっぱ味が多分改良されていくんだろうとは思いますね。うん。まあ現時点で、2018年の11月の、違う、12月の1日の時点では、まあ、1位金麦、違う、1位麦とホップ、2位金麦、3位クリアサヒという順になりました。ということで、今日ご視聴ありがとうございました。バイビー。